こんにちは、わたやチャンネルです。今回は食欲の秋贅沢シリーズ最終章第4弾になります。タイでナンバーワンステーキ店と言われているエルガウチョに行ってきちゃいました。今回は BTS 麻生区駅のすぐ近くのターミナル21のすぐ真横のエルガウチョに行ってきました。麻生区の一等地に大きな店を構えてるんですが、外にはエルガウチョと大きく書いてありました。めったに来れない高級店になりますので、結構緊張して中に入りました。サンダルでも大丈夫そうだったんですが、めったに履かない靴を履いて入店しました。今回は2階席に案内されましたので、階段で上りまして窓際の席に通してもらいました。ステーキメインのお店になるんですが、水槽にはたくさんの生きたロブスターが泳いでました。ちょっと映像が分かりにくいんですけれども、1階のショーケースの中にはいろんなお肉がたくさん並べられてました。まずはサンペレグリノの炭酸水オーダーしました。なんと1本210バーツの炭酸水です。レモンを注文したら無料で持ってきてくれました。そしてまず最初に無料の美味しそうなパンが出てきました。オイル系のソースにバター、そしてニンニクをベイクドしたものが一緒に出てきました。パン自体もすごく美味しかったんですけれども、ガーリックとバターで食べるのも最高でした。飲み物はまず最初にシンハのドラフトビール注文しました。1杯170バーツになります。そして今回は友達と2人で食事に来ましたので、シェアするような形でいろいろ食べたいものを前菜から頼んでいきました。さすが一流のレストランだけありまして、お値段もかなりの金額になってます。そしてまずオイスターが2種類あるということで3つずつ注文しました。産地の名前だと思うんですが、左側が3つで590バーツ、右側が3つで990バーツというお値段でした。どちらもめちゃくちゃ美味しくて大満足だったんですが、この値段の違いほどの味の違いは僕には分かりませんでした。タレも2種類ついてたんですが、結局レモンで食べるのが一番美味しかったです。そしてタバスコのミニボトルがあったので、せっかくだったので使ってみました。タバスコで食べたの初めてだったんですけども、なかなか面白い味になってました。続いてすごいものを注文しちゃいました。ブラッタチーズとキャビアのセットになります。こちらなんと4000バーツでした。ブラッターチーズはパティアに来て初めて食べてすごく感動したチーズなんですけれども、それとキャビアの組み合わせというすごい料理になります。正直今まであんまり美味しいキャビアというのを食べたことがなかったので、僕自身あんまりキャビア好きじゃないんですよねという話をしてたんですけれども、これはめちゃくちゃ美味しかったです。続いてロブスターとカニのスープも美味しいと評判でしたので、一つ注文しました。こちら裏技とまではいかないんですけれども、一つの量がすごく多いので2つに分けて持ってきてもらいました。他にもいろいろ食べますので、ちょうど半分ぐらいがいい量なんじゃないかなと思います。続いてお肉も注文しましたので、チリ産のカベルネソーヴィニヨンも注文しました。そしてお肉は何を注文したかと言いますと、憧れのトマホーク注文しちゃいました。 100g480 バーツということなんですが、ミニマムが 1500g ということで、注文したらちょうどこの日は 1.2kg と 1.3kg のものがありますよということでしたので、 1.2kg のものを注文しました。それがこちらになります。映像だと大きさが伝わりにくいんですが、言うまでもなくめちゃくちゃでかいです。今回はこちらをマネージャーさんに切り分けてもらいました。骨の部分が 500g ぐらいあると言ってましたので、実際のお肉は 700g ぐらいなんですが、それでもかなり大きかったです。かなり手際よく切ってくれたんですが、切ってる姿を見てるだけですごく肉の柔らかさが伝わってきました。ちなみに今回はミディアムレアで注文しました。
続いてもう一つステーキ注文したんですが、和牛のフォアグラが乗ってる 300g のステーキになります。こちらのステーキもカットして出してもらいます。このお肉もめちゃくちゃ柔らかそうです。ちなみに先ほどのトマホークとこちらのフィレステーキほぼ同じぐらいのお値段です。では早速いただいていこうと思うんですが、まずこちらのトマホーク 1.2kg 5760バーツになります。ミディアムレアということで赤いところもしっかりと残ってます。続いてこちら和牛フィレ肉のフォアグラのせ 300g 5400バーツになります。すごいとんでもないのを2つ注文してしまいました。もうこの時点で感覚はかなり麻痺してます。そしてソースも何種類か注文しまして、こちらがチムチュリソースといいまして、バジルのようなソースでした。こちらがビアネーゼソースになりまして、もう一つ赤ワインソースも注文したんですが、どれも一つ150バーツでした。フォアグラのせのフィレステーキのセットで、こちらのトリュフソースがついてきました。かなり強烈なトリュフの香りがしました。まずトマホークのお肉の方からいただいたんですが、めちゃくちゃ柔らかかったです。程よく脂身もありまして、こってり気味ではあるんですけれども、僕的には最高に美味しかったです。それぞれのソースもすごく美味しかったんですけれども、驚いたのがテーブルに置いてあった塩がめちゃくちゃ美味しかったです。すごく甘い岩塩で、そのまま食べても変な塩辛さがなくて、お肉もすごく進みました。そしてフォアグラと一緒にお肉もいただきます。めちゃくちゃ贅沢な一品です。さらにこのステーキとフォアグラにこのトリュフソースをかけていただくというのもかなりやばかったです。2人でこんなに大量なお肉本当に食べれるかと心配してたんですけども、いろいろ味変をしてるとお肉もどんどん進んでいきました。このバジル系のソースもお肉にすごく合って良かったです。一通りお肉をいただきまして、気になるのがこちらの骨になります。できることなら手で持ってかぶりつきたいんですけれども、さすがにそんな雰囲気のお店ではないので、綺麗にフォークとナイフでお肉を削ぎ落としたら結構な量が出てきました。普通に 200-300g ぐらいの肉が取れたので、かなり得した気分です。せっかくのお肉ですので赤ワインも追加しまして、今回はオーストラリア産のシラーズ、こちら420バーツになります。最後にもう少しだけ食べたいねということになりまして、こちらニューヨークストライプロイン 350g 2090バーツになります。今までミディアムレアで注文してましたので、今回はミディアムで注文しました。こちらも目の前で切り分けてもらいました。すでに結構な量のお肉を食べてるんですが、このテリテリ具合を見ると食欲がどんどん湧いてきます。普段からステーキを頼むときはミディアムレア一択だったんですが、今回ミディアムで頼んだんですが、この色具合がめちゃくちゃ良くて美味しそうでした。今回ミディアムのお肉を食べて、美味しいお肉はミディアムもありだなと感じました。ということで前菜から始まりまして、美味しくステーキいただきました。そして肝心のお会計なんですけれども、金額を見て驚きました。合計 24,987 バーツということで、日本円で10万円を超えてしまったんですが、さらに税金サービス料が 3,757 バーツということで、さらに2度びっくりしました。そして最後に甘いんだけども強そうなお酒がショットグラスで出てきまして、美味しく2杯いただきました。以上、今回は食欲の秋贅沢シリーズ最終章、タイナンバーワンステーキ店と言われるエルガウチョに行ってきた様子をお届けさせていただきました。
現在メンバーシップを募集しています。パタヤチャンネルを応援したいという方はぜひご登録いただけたら嬉しいです。月額290円になります。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。